ご主人またですか。タイで蹴ってる証拠危ない。こいつは。やばいやばい。よし、それじゃあ早速やっていこう。前回はクレイドを倒してノルフィアに行ったとこまでですね。あ、それと皆さんにお伝えしたいことがあります。前回ゲームオーバーしたら現実でペナルティをつけると言いましたが、すいません、あれはなしにします。ちょっと試しにこのまま進んでみたんですけど、ボスで数えきれないぐらい死んでしまったので、ペナルティがいくつあっても足んないのでなしにします。ごめんなさい。さだまさし。よし、いったいったいった。よし、これで恒例のあのビームが手に入る。アイスビーム。これはね、いろんなシリーズで出てきてるビームでね。そう、こんな感じでね、敵の動きをね、止めれるんだよね。で、しかも足場にもできる。ちょっと待って、動けない。こんな感じで邪魔な敵の動きを止めながら、いける。ここは、バリア、スーツがないと高熱地帯だからダメージ受けちゃうんだけど、前回ゲットしたからね。でね、ここにね、ミサイルタンクがあるんだけど、これ怖えな。今体力99しかないからさ。やべやべやべ、もう半分減った。やばい。急げ急げ。あっちゅ、危ねえ。ミサイルタンクのために死ぬとこだったわ。おで、ここはダッシュで行こう。とうとう走るよサム太郎に行こう。走るよサム太郎、大好きなのはミサイルタンク、見てると嬉しいサム太郎。よし、でこの先にはこれだ、スピードブースター。これはね、裏技でもいろいろ使うから便利なんだね。そしてこれを取ると、お、溶岩が上がってくる。早く逃げよう。ドキ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 、君の相葉がズキュンドキュン走り出し、ドキュンバキュンかけて言う。危ね。歌ってる場合じゃねえわ。で、ちょっと黙っててもらおう、こいつには。ほっ、こうして、こう、よし。で、これがね、いいアイテムなんだ。ウェイブビーム、地形を貫通するビーム。敵からしたらたまったもんじゃないけどね。遮蔽物意味なくなるっていうことだからね。恐ろしいビームですよ。ほら、こんな感じで壁越しに当てられる。よし、いいとこに来た。こっちみんな。メトロイドのネットスラングでね、ミソとかスミソっていうのはミサイルとスーパーミサイルのことなんですよ。ミソとかキムチとかやたら漬物縁があるんだよね、メトロイドのスラングは。敵を凍らせて上に登れるようになったから、これで先に進める。ここね、ここはね、登れるようになるんですよ。こうやってね。お、これはパワーボム。プロレス技ではない。ちょっとこれの説明はアダムにしてもらおう。それは言わずと知れたパワーボムだ。承知の通り、パワーボムの起爆時には超高温の熱波が広範囲に及び、巻き込まれた人間は、つまり周囲の生存者や仲間は一瞬で蒸発してしまう。この危険極まりないパワーボムの威力は波の素材で遮ることなど不可能だ。だそうです。
これで一回ノルフェアまで戻ります。あ、やべ、あ、あ、やだやだやだ。あいつの名前サムスイーターって言うんだけど、あんな感じでこう食われるとしばらく抜け出せないんだよ。しかしドレッド楽しみだね。私のストーリーに一つの決着がつくということだが、今まで痕跡でしか出てこなかった超人族、すると私の関係性がより明らかになる作品だからな。あー落ちる。ここ頑張ればいけるんだよな。あ、行き過ぎ。あよし、いった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 。よし、取れた。これが取りたかったんだ。あ、ここだな、多分。じゃあ。お、なんか不穏な。こいつは、クロコマイヤだ。こいつはね、食いしん坊だから、ミサイルをたらく食わせてやるんだ。食い食え。単独いねえ。お、いったいったいった。お、いいお風呂だね。気持ちよさそうだね。ああ、ああ、気持ちよすぎてとろけちゃってんね。今どんな気持ち？お、なんだ、絶対こっから来るだろう。うお、ダンゴムシのフリしろ。あ、うわ、骨になってまで追いかけてくるとか根性あんな。よし、この下だよな。うわー、すげえ落ちる。あれ、これこのミサイルゲート5発いるんだけど、他のシリーズではね、一発で開けられるようになってるのがすごくいいよね。あ、あ、やばいやばい。あ、マジで。ボス戦とかじゃなくてこんなとこで死ぬなんて。やり直すよ。
焦らない焦らない、よし。いやーでも帰りが怖い。このトゲの威力が高すぎるんだよ。ここはこれで壊して、アイキャンフライ。よっしゃ。お、また動き出したりしねえよなこいつ。あ、ふっ取ったふり。よし、こいつはいい超人像だな。グラップリングビーム、これはこんな風にぶら下がって移動範囲を広げられるという装備だ。もしスマブラの投げの範囲がこれだけ長かったら、よりぶっ壊れキャラになっていただろうな。今の時点で結構強い調整をさせてもらっているんだが、そしてね、この子にね、上にさっきなんか飛んでたと思うんだけど、こいつがこれがくっつくんだよ。これで、そんなバカな。そう、確かこの上にアイテムがあったはずだから、ちょっとそこまで頑張ってみる。これすごい難しい。ああ、もうこっから飛んでいこうかな。ちょっと待って、あれやばくない？ああ、なんで、はあ、HP が13になっちゃったよ。すげえ不吉な数字。あ、なあ、いや、これこんなに頑張ったんだから絶対スーパーミサイルだよ。いいアイテムがあるはず。頑張れ頑張れ私。よし、来た。え、ミサイル、スーパーミサイルじゃなくて、続けるよ。ああ、もう一撃で死んじゃうんだって、やめてよね。よっ、よし。あ、確かここ補給場所あるはず。こいつこいつ、いや、いい子。そういよし、いった。お、いいね。よし、なんか最近ミサイルばっかりだな。たまには炭素が欲しい。戻っていくぞ。あ、あ、これ、あ、あー、よし、またちょっと雰囲気変わったね。うおーっと、お、私のスターシップがこんなところに。久しぶりのシップだ。これ回復とセーブ両方できるからいいんだよね。確かね、この左上にアイテム部屋あった気がするんだよね。スパーク、あれ、この辺だと思うんだけど。あらら、一番下まで来ちゃった。ちょっともう一回回復させて。今見せた突進する技、シャインスパークっていうんだけど、あれ打つとね、体力が削られるんだよね。で、
それ、めちゃくちゃこの縛りと相性悪いんだよね。打つたびにもう回復しなきゃいけなくなる。あ、開いた。敵いるなよ。うわ、いる。うわー、でまたこれかよ。え、やばくね？あ、やばい。あ、はあ。これで死にすぎじゃない？さっきもこれで死んだな。先にこれやっとこう。あ、ちょっと待って、ちょっとだけ戻させて。あの、私がバカでした。このパワーボム打った後水面が見えなくなるんだよね。ちょっとやばっ。ちょっとこれきついか。スクリューアタック取った後に来るか。せっかくだからいろいろアイテム回収していくか。うわ、またこれだよ。いや、もうやめてよそういうの。トゲにも3にもどっち当たっても死んじゃう、こんなの。あ、危ない。また回復しよう。シップが、またって思ってる、絶対。またですか？ご主人、またですか？頻繁に帰ってきてくれるのは嬉しいけど、あまりに帰ってきすぎて心配になる、実家の親みたいな状態になってる。懐かしいね。最初に来たとこだよ、ここ。ここ確か、よし、いけるいける。マザーブレインのいた場所。なぜか隠し場所なんだよね。ミサイル。なぜ？とか考えてはいけない。おお、こっちももう懐かしいね。お、パワーボムあった。あ、そうそう。チャージとね、一個だけ残してね、カーソルをパワーボムに合わせた状態でチャージショット打つとね、こんなになるんですよ。あれ、当たってくんないな。おお、当たった。これが結構強いんだよ。まあ戻しておきましょう。まあでも別に行くとこないよね。ああ、師匠に会いに行ってもいいか。これでうわーって出しすると、おお、すげえ深い。私はここで一生暮らすこととなった。というのは嘘で、実は簡単に抜け出せます。お、このダチョウのような動物が師匠です。シャインスパークの使い方を教えてくれるんですよ。あ、回復所だけか。あ、もうそうだよね、体力ないと途中で落っこちちゃうもんね。あれ、これ上がれるかな俺。あ、これ本当に済みました。ちょっと戻させて。さすがに。よしよしよし、危なかった。一生ここで暮らすはめになるやつ、現実にするとこだった。で、こっちがもう片方の師匠。かわいいぜ。こんな感じでね、あのキッククライムを教えてくれるんですよ。さっきのシャインスパークを教えてくれたのがダチョラで、こっちがエテコーンっていう名前なんですよ。こんな感じで裏技的なものを教えてくれるんで、みんなから師匠って言われてます。じゃあ師匠への挨拶も終わったんで、攻略に戻りましょうか。
沈没した船の中にまた潜入だな。うわあ、なんか出てきた。こいつはなんだ。明らかにマルの敵とはだいぶ、お、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。わあ、ボス戦の匂いがするぞ。くんかくんか、これはボス戦の匂い。お、うわあ、これ絶対幽霊のボスだ。出たな、超人族式除霊術を見せてやる。こいつはファントゥーンという敵でね、こういう火の玉みたいな目玉を飛ばして攻撃してくるんですよ。弾数が多いから非常に避けづらい標的です。いけない。うわ、ミサイルで防御が、いてててて、いてててて、あ、やばい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 。うわぁ、マジか。いやー、これハマるとすげえやられるんだよな。やり直します。またこっから行くことになる。これが結構めんどくせえ。はいはいはい。ああ、これもダメージ判定あんだかよ。うわ、いきなりフリーになった。急に来るからな。ああ、くそ、嫌な位置だ。よしよしよし、まだいける。やばいやばいやばい。よし、いいぞいいぞ。堅実に行こう、堅実に。よし、行った行ったか、まだか。いてててていてててていてててて、色が赤くなってるからね、体力減ってる証拠。危ない。うわ、スーパーミサイルなくなった。お、やったよっしゃよっしゃよっしゃ。はあ、やっと勝てた。勝利のサムズアップ。めっちゃ長期戦だったな。いやー、強かった。練習した時はもっとやられたからな。よかった、2回で終わって。あいつを倒したおかげで電力が戻ったみたいだな。で、動かなかった敵が動き出したと。こいつとかね、こいつ可愛いよな。ドラム缶に足生えちゃってんもん。ペチ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 。逆に幽霊の敵出てこなくなるんだよね。ここにもなんかあったっけ。あ、あったあったあった。おお、行ってみるもんだな。あ、ここか。よーし、ゲット。どいてどいて。どいてどいて。いや、かわいい。この辺でセーブして終わりにしましょうかね。じゃあ、今回はこれでおしまいにします。今回は、グラップリングビームと、パワーボム、スピードブースター手に入れてファントゥーンを倒して終わりです。じゃあまた次回よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。